ラノーン県、ラノーン県は、タイ王国、南部の県の一つ、チュムポーン県、スラートターニー県、パンガー県に接し、ミャンマーとの国境を有する。また、アンダマン海にも面する。ラノーン県は、狭い地形が大陸部とマレー半島南部を結ぶ、クラョウに位置する。県西部は、プーケットとつながる山脈がある。この山脈に、モンスーンが当たるため雨が非常に多く降り、ラノーン県は、 タイの県の中で一番雨の多い県である。雨期も長く8ヶ月も続くことで有名である。1955年には6699.5ミ、mm、リメートルもの降水量が記録されている。ちなみに、タイ中部の平均降水量が1200ミ、mm、リメートルである。中国福建省昇州出身の元氏は1810年、マレーシアのペナンに流れ着き、そこで6年間過ごした後、 ラノーン県と隣接する県であるパンガー県のタクワバー、軍に渡来した。そこでビジネスを成功させた後1844年、ルワン・ラッタ・ナーセー・ティーという官位、金釈名を得て、王室専属の鈴採掘者となった。後の1854年にはラーマ4世は、元氏をルワンからプライーに昇格させラノーンの国主とした。当時、ラノーンは、 チュムポーン県の管轄下にあったが1864年には、元氏の努力によりラノー,オーンは、周辺の地域と共にラノーン県に昇格し、1882年、元氏の死去に伴い、その次男、元心広が新たなラヨーンヌ国主となり後の1896年、モントンチュムポーンの省庁へと昇進した。他の子供は、 クラやランスワンなどの地域の最高責任者として配属された。元氏の末っ子である元神美はトラン県の知事となり、1900年にはモントンプーケットの省庁に任命されている。しかしながら急激に勢力を拡大した巨家の台南部における勢力が懸念され、1913年の元神美の死後は巨家以外の人物がモントンの省庁に任命されることとなる。なお、 巨家は1916年には全ての家人が体名を名乗るようになったが、この過程で名門であった巨家は自分の家系を明確にするため、奈良の音を名の後につけるようになった。これが奈良の音家である。欠片の気候区分では熱帯モンスーン気候である。浮き寒気の差がはっきりとしており、寒気が12月から3月であるのに対し、浮きは4月から11月と長期間にわたって続く。 ウきキは非常に降水量が多く、大国内でも有数の降水量を誇る。検証検証に描かれている建物は、チャクリー王朝のラーマ5世が滞在したと伝えられる、ニュエートキーリーさんにあるプラーサートラッタナーランサーンをデザインしたものである。見木は大花サルスベリ、剣花はランの花。ラノーオン喧は5の軍に分かれ、その階に30の町と、 167の村がある。ムアンダノン・軍ラウン軍か、プー群・クラブリー軍、スックサムラーン軍、ありがとうございます。